さあ、土井さんこんにちは。こんにちは。いつもどういうふうにマイク使ってるかってことですね。はい。ということで、はい、いつも取材してるんですけど、今日はピンマイク使って、いつもマイク持ってますね。あ、そうですね。あれはあの僕の、はい、なんていうんですか、あのアイテムの一つ、ね、アイテムの一つ。いつも持ってるあのマイクは、ね、別にあれ持つ必要はないんですけど、なんかもっと取材してるのかな、なんかマイクの方がいいのかなと思ってるんで、はい、今日はこのピンマイク、ワイヤレスピンマイク、はい、そうですね、これも、はい、これですね、この要は服につけてあの、はい、やるやつですね、はい、会議したりとかもやるやつです、はい、そうですね、ソニーの、UTX-B2、 あ、本体また違うんですけど、はい、これが送信機で、カメラについてるのが要は受信機なんですよ。あ、で、ワイヤレスで飛んでるんで、しかもこれ結構距離届くんですよ。あ、そうなんですか。むちゃくちゃ離れても届くんですよ。で、電池の持ちが結構いいですよね。まあ、これはあの新しいシリーズの、まあ、ちょっと音声男子なんで、はい、今、ユージさんが、はい、今、試しなんで、あれなんですけど、どうなんですかね。これ今、出します、機械。こっちですね。こっちはワイヤレスなくて、ボイスレコーダー使ってます。ボイスレコーダーにこのピンマイクをつけて、要は、そうですね。すね、はい、なんで、あの、なんて言うんだろう。例えば、はい、マイク端子がないカメラあるじゃないですか。音悪いじゃないですか。その時音をきれいに撮ろうと思ったら、こういうのをつなげて、はい、あ、別で、音声はこっちで、で、録画なるべく一緒にタイミング、はい、一緒のタイミングでピッてやって、はい、で、この音が合わせるんじゃないですか、はい、なんでその時に、あ、手を叩いて、手を叩けば編集の時に、だから本当はカチンコはですね、あの、カチンってやつからは、はい、そこで音声だけにピッて入るんで、はい、こうやって合わせれば音声なんですよ。そうやって音声合わせてるんですね、僕は。あ、まあ、いろいろあると思うんです。さすが車の中でこんな、あ、そうです、口の動きと口と合わなくなっちゃうんで、はいはいはい、このなるほどってやれば、はい、この波数、なんていうの、この音のこの波形があるやつか、はい、あそこがこうバンとってなってたんで、その編集的になってるところを合わせて、で、そうすると、で、いらんのこ切って、そこからすると、あたかも、はい、あー、なるほどなるほど、音声一緒に撮っちゃいましたみたいな風になります。はい、まあ今日はちょっとテストなんでね。そうですね、入ってるかすらもわからないから。そうですね、こういう使い方使い入ってんですかね。いや、もうこういう使い方基本しないんで。どうなんだろう、基本一緒に音声入ってく感じ、はい、あとあの補助的なものとして使ってですね。あ、でもしそのカメラ付きマイクとこれ使う場合は若干もずれたりするんで、はい、純正カメラの音声はオフにしちゃった方がですね。あ、消してこっちの音声、こっちだけで、で、補助的なものに使ってもいいし、カメラを補助に使ってもいいし、まあ使い方はいろいろですね。まあこんな感じで。どうなんですかね、ちょっと風今風結構吹いてるんですけど、多分このスポンジついてるんで音は入ってないと思います。入ってないですかね。ちょっとこれ調子悪いんですよ今、はい、ガサガサ、アンテナ、あのレイなんとかくんがよく落とすんで、あ、レイなんとか、レイなんとかくんがガサガサ言ってないかな、これ今。皆さんちょっとガサガサ言ってない、これ多分今ガサガサって言ってると思うんですけど、はいはいはい、アンテナがちょっと接触が、中が接触不良で、ああ、そうなんですか。レイなんとかくんが、レイなんとかくんが落として、あっとか言うんで、7万円すんだよこれ、7万円困っちゃうですね。これ業務用なんですよ、はい、これで7万円です。あ、セットで、はい、なんでちょっと修理出すんで、あのこれが調子よかったら、あのちょっとしばらくこれ使って、その間これ修理出すって買うと高いんで、これもう今生産終了しとって、今新しいモデルがちょっと割と高くなっちゃってるんで。ああ、そうなんですか。まだまだまだ使わないと。あれですね、ワイヤレスの業務用って結構、そうですね、これ UHF の電波使ったんですよ。あの、何ですか、あのテレビと一緒なんですか、あの UHF。 そうですね、ソニーに他にも Bluetooth でつながるワイヤレスピンマイクもあるんですよ。うん、それだと距離がまず飛ばないし、そうですね、電池の減りがめちゃくちゃ早いですよ、うん、本当に2時間とかしか持たないみたいで、これだと相当持ちますね。あ、なんで Bluetooth やっぱりダメっすね。そうですね、でも簡易的に使ったらいいですね、とか、うん、まあそれこそ本当スマートフォンと電話、あ、そうですね、だったら全然いいんですけど、こうのはやっぱり電波の方が、なるほど、そうなんですよ、まあいろいろあって、はい、まあ今日はただのこれのテスト動画なんで、あのあんまり深い意味はないので、そうですね、まあこんな感じになりますよっていうことです、うん、そうですね、本当に音声がね綺麗に、あ、じゃあついでに、じゃあこれでマイクなしのバージョンしゃるとどうなるかって言いますか。あ、そうですね、どんだけ違うのか、はいはい、あ、じゃあちょっと一回外しますね。はい、マイクなしバージョンです。カメラのマイクで、多分こうやって喋らないと聞こえない、多分こっちだったら聞こえないですよ。これ今普通の多分いつもの感じで、あ、こちら今日は RC350 を紹介しますっていうと、風の音が多分入って、いつもみたいに聞こえないと思います。多分みんな何気なく聞いてると思うんですけど、マイクがないとこんだけ聞きにくいです。なるほど、そうです。イエーイ。
レー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 レなんで皆さんも、なんで皆さんもね、ビデオカメラ音声悪いよとかあれば IC レコーダー使ってやってもいいと思います、はい、ですよね。なんで、まあ、YouTube やってる人で音声きれい撮れたらなとか離れて撮れた時は IC レコーダー使うといいかもしれないですね。では皆さん、さようなら。So I said no 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 it was supposed to be my pants again what did you do to meI killed and no one to free for champions I can't believe you're trying No, it was supposed to be my pants again Why did you do that to me? I killed and no one to free for champions I can't believe you're trying Wait a minute!